はい、アニョッス。今回で完結だよ。そして相変わらずこいつに足止めされてます。帽子から物出てきた時はビビったわ。そして10分のかかとうご、なんか見つけました。ホリー！だんだんこいつのやりっちがわかってきたわ。真面目に考えたら負けね。これはのび太のびくんの机。名前と名字逆な。なんか手に持ってるわね。ゲーム探知機。これで隠された場所がわかるぜ。取らないの？忘れてた。お、ビンビンに反応してます。今のは決して、下ネタではございません。今のナレーションのせいで、逆に下ネタ感増したよ。ほんとそれな。さあお次はどう来る？真実の口っぽいの発見。あれに何か食わせればいいんじゃない？真実の口といえばイタリア、イタリアといえばピッツァ。これをレンジでチンします。今のは決して、下ネタではございません。もう黙ってろ。ついでに半熟卵も乗せてサービスよ。これもレンジで温めてと。絶対爆発するだろ。あれやっちゃうと掃除大変大変。おいおい。まあもうなんとなく予想できてたよ。ママお母さん、今日も絶好調。はい、じゃあちゃんとピザあげましょう。これで噛まれる心配なし。ホリー！おし、25日目。お父さんと見せかけたお母さん。これは何するんだ？ちょっと隣行ってみる。同じような空間。間違い探しじゃない？霊夢それだ。あ、そうね。ってことは主の得意分野ではないか。はいはい、不利でしょどうせ。だな。はい、ラジカセ違う。はい、ママの靴下。そしてランプ。あら、本当にすごかった。そしてゲームゲットよ。ホリー！残り5日。これはダーツね。虫ちゃん、矢を探して。了解した。3本発見。あれだな、矢の色イコール、的の色だな。ってことはピンク投げればママ登場か？ちょっと試してみようよ。マリサ大正解。やった。あとはヘビさんの壺、そこに黄色の矢があるに違いない。発見。結構仕掛けにも慣れてきたわね。はい、オッケー。ホリー！今度のステージはキッチンなり。サラダ油。右はくつろぐままか。おお。早く鎮火せねば、火に油注いだ。そりゃそうなるだろ。ミスったミスった。ママさん、喉乾いた？なもん飲ませるな。じゃあ料理でもしますか。ポテト完成。ママに食べさせてあげましょう。虫ちゃん、座布団取れない？あ、取れた。それで火を消すのだ。押してきた。はい、ママさんしっかり。かけてたの忘れてたわ。ついにここまで来たぜ。ご飯がいっぱい。これはピッコロロ大魔王が封印されているじゃ。やっぱママでした。なんだこのドラゴンボールっぽいいくらは。7つ集めればいいんだろう。順調順調。いくら丼。ソファーの下にもいくらちゃん。バブー。絶対ホコリまみれだろ、そのいくら。あれ、1個足りない。主のいくらレーダーで発見。何が出るかなぁ。まさかのふか。成長しただけじゃねえか。ゲーム奪還。ホリー！そしてタイミングバッチリの魚広告。浮いてるわね。右の部屋には野球選手。まあここは騙されて投げてみるか。まあそうなるわな。お母さんをブロックしての風船悪いのだな。バットで扉塞ぐのだ。おし、早い早い。さすがに読めるようになってきたわね。とうとう最後の日だよ。
あれ、めっちゃ時間経過してるぞ。約3年後。たった3年でこんな醜くなるものなの？これは完全引きこもりだろ。へっへっへー。あ、ゲーム選んで失敗。じゃあ扉開けるか。なんだなんだ？ママー。3年ぶりの再会。お姉ちゃん成長してない。おめでとう。はい、でめたしでめたし。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。